きのガンマン？こんばんは。私肉まんが好きです。こんばんは。超特急で帰ってきたら間に合ったよ。肉まんありがとうございます。すごい肉まんがいっぱい来た、ありがとうございます。こんばんは。あおちゃんのほっぺの話か。違うよ、ちゃうちゃう。こんばんは。最近肉まん食べた？食べてない。なんかこの前マネージャーさんが買ってきてくれたのを食べた。だから2022年は1回だけ食べました。青のほっぺ食べたことないくせに美味しいとか言わないでください。あとありがとうございます。リハはうまくいってるのかな。27日のリハですか、のえさんの卒業公演。はい、でも今日はリハじゃなかったんですけど、私はね今日の案件が一番落語の、あれ落語終わってから今日のスケジュール来たのかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、今日のお仕事がすごく山場で。こんばんは。だから今すごい落語くらいに、まあ、落語よりはあれだったけど、落語の方がやっぱりやりきったか、ずっとやってたからあれだったけど、あ、山場越えたって感じ。今2月のまだ山場あるけど、とりあえずの山場を越えたから眠くて。肉まんありがとうございます。いつ頃？割とすぐなんじゃないかな。こんばんは。でも明日は波動のイベントに出させていただくので、 あとそのね本番前に11時半だっけなに、みはるさんとコラボ配信をするんですね明日。そのチームがみはるさんと一緒で波動の、だからコラボ配信を11時半から始めると思うので見てください。波動だって大丈夫かな、できるかな、頑張ります。そうでも私ね、そう体力頑張る。だから今日いっぱい寝るね。波動やったことあるな、ちっちゃいもんでなんか一回やったんだよね、なんかでもめっちゃ前、2020年とか、私がまだ中学生だった時の話。え、うん多分。こんばんは。こういうやつですよ、こういうやつです。実はやったことある。なんか e スポーツでなんかそのなんだろうな、その普通のスポーツってちゃんとさ、あのボールとかあるけど、あ、そう VR を使ってるんですよ。だからみんながこうやって見てる世界でしかスポーツはしてないの。外から見たら何してるんだろうってなるってこと。こんばんは。なので明日も頑張ります。あ、そう、ゴーグルなのつけるよ。
から本当になんかもう最新型みたいな感じ。こんばんは。もうね今日すごく、もう私今日もうすごい怖くてお仕事そう明日です。もうね時々で今日ズーンってずっとしてたのだけどなんとか山場越えて、でも楽しかったから。明日は波動してねえ、波動ね、みはるさんとだから、みはるさんと二人でね、私たち大丈夫かなって前話してたんですけど、あのみはるさんと私はあの雰囲気で勝ちたいと思います。まあ、実力でもそうだけど。こんばんは。きっと私たちには他のチームと違う良さがあるので、まあでもさ、 e スポーツだからさ、わかんないからね、まだ e スポーツだから。楽しみだね。あおちゃんや、あおちゃんやひちゃんから、私は絶対させないので、されたことありません。そう、実際に体を動かすけど本当にね、なんか普通のスポーツとちょっと、まあでも体を動かすのは一緒だけど、なんか価格違かったか。本当に眠い今、もう私本当に今眠い、本当にもうふわーって感じ。バーチャル、まあバーチャル、うん、バーチャル、うん、そう。こんばんは。おばあちゃんが引っ張ってくイメージが、私もそんなにめっちゃ運動神経いいわけじゃないもん。さて初の公式個人戦なので頑張れ、青も波動頑張るからこんばんは。秒で寝れる。昨日の夜ねすごい遅寝したんですよ。でも今日普通に起きたから眠い。こんばんは。あ、そうだよ、みはるさんゴルフやってるんじゃないですか。じゃあみはるさんの方がスポーツやってるじゃん。私スポーツやったことない、あんまない。テニスぐらいだから、テニスも試合出たことないから。昨日ね寝たのね2時半とか、え、やばいよね、なんかもう自分でもおかしいと思うもん。でも布団で寝たのは2時半だけど、あの家帰ってきたのも結構遅くて、遅くて、でもやばい眠いって思って、その日もリハあったから結構朝早くて、で、家に帰ってちょっと寝ちゃったの。それが良くないと思うんだけど、ちょっと寝ちゃって家で、で寝たらなんかしばらく起きれなくてお風呂入ったのが12時とか12時過ぎとかだった気がする。
から、すごい。でもなんかもうこのまま寝ちゃいたいっても思ったけど、さすがにそれは良くないって思って、ちゃんと起きました。ちゃんと起きてお風呂に入って髪の毛乾かしてすぐ寝ました。だから昨日は髪の毛乾かしてからベッドに行って寝るまでの時間はすんごい早かったけど、ちょっと寝ちゃったからさ。今日はなんかもうショールーム終わった後ってこのまま寝ちゃいたくなっちゃうんです。私だけですか？寝ちゃいたくなっちゃった。最近ドライヤーつけ始めました。おお。でもドライヤーの時間はね、 YouTube とか見てると一瞬ですよ。おすすめです。そう、でもなんか私がドライヤーをかける理由は本当に次の日の朝が大変になるからっていう理由なんですよ。あとはベッドを濡らしたくないっていう理由です。本当にね、でも髪の毛短いとそんなに変わんないと思うんですけど、そう爆発するからすごいボサボサに、でもここ2年ぐらいはそういうしてないからわかんないけど、自然乾燥でも爆発しちゃう。私ずっと自然乾燥してたけど良くないです。でも最近は歯根膜矯正かけたから爆発すること少なくなりました。本当に20日に1日ぐらいアイロンかけないで家出れることがあるけど、ちょっとだけアイロンかけたらもういい感じになる。最近は歯根膜矯正したから。朝起きたら床にいるんでしたっけ？最近ね、床にはいないよ。でも布団がバラバラになって寒くて起きたりとかする。寝相悪いのかな。なんかさ、私布団今4枚かけて、でなんか朝起きたらね、右に下の2枚があって、左に上の2枚が分かれてるので、なんか寝返りでそうなるのか分かんないんだけど、結構バラバラになってるんだから、寒いな。朝いくもありがとうございます。そうでも寝相はそんなに悪くはなくなったとは思うけど、あんまりでもいい方ではないと思うかな。でもね、中学生の頃はね、よかった、ね、寝たままの体勢で起きた。たまたまなのか分かんないけど、こんばんは。ちっちゃい頃ってでも寝相悪いよね。私だって朝起きたら服脱げてたこととかあったもん。上の服が脱げてるみたいな寝相悪すぎて。かわいい、ありがとうございます。寝返り打たないと体痛くなる。ああそうなのか。675日ありがとうございます。うつ伏せで寝てるの
私はこっちで寝てます。こっちがこっちかこっち、うつ伏せでは生まれない。連続配信本当にあのね、この前の落語の時に毎日継続、毎日配信継続チケット5枚あるの確認してよかった。おうちゃんママとパパの間寝てたんじゃなく、え、それはちょっとなんか語弊も何もないけど、まあ、結果そうなんですけど、それに至るまでにもちゃんとあの話がある。あのね、寒いの実家の青の部屋が。だからあのママとパパと寝てました。席ありがとうございます。古田太郎です。そういうことなんですよ。だから別に一人で寝れなくてママとパパと寝てたわけじゃないですよ。それでも今はもう実家の自分の部屋にもベッドがないので、実家に帰った時は3人で寝てます。それも別にしてて、もさすがにさ、一人暮らしでさ、新潟で一人で寝てるからもう一人で寝れないってことはないですけど、でもね、一人で寝れるようになったのは小学校6年生です。葵ちゃんの実家の夢、全然なんか私の話し方がおかしいのかな。普通の家ですよ実家は。こんばんは。またまた、たまには甘えたいんでしょう。だってなんでそうやって甘えたいですって言わさせようとするのよ。違うし、寝る場所がないだけだし、本当だし、これは。でもなんか実家の青の部屋、今私実家の床を今全面的に張り替えをしてたらしくって、リビングもそうなんですけど、青の部屋の床も張り替えてくれて新しくて、だからすごいね、青の部屋の家具とかが結構あの変わってたりなくなったりしてました。いや、ボロボロじゃなかったんですよ。実家のリビングはボロボロだったけど、あの青の部屋は全面的にカーペットが敷いてあったんです。それなくして何十年、十何年ぶりに白です。お家の床は白。あ、でも場所にもよるけど、青の部屋は白です。コマありがとうございます。でもなんかね、すごいツヤツヤになってました。もしありがとうございます。ツヤツヤになってたけど温かみが足りないって思いました。床、白い床、リコもありがとうございます。違うの、ちゃんとね、うちのね、うちんちが寒い、うち実家の話してる、面白くないけど、申し訳ない。あの
実家が冬寒くて夏暑い理由はもう分かってるんですよ。なんか天井がもう直に天井なの、家が。なんか断熱材はさすがに入ってるとは思うんですけど入ってるとは思うんですけど、あのね、天井がね、多分普通の家とちょっと違うらしくって、違うのね。あの結構お家に来てくれたお友達にも言われたんですけど、あんまりなんか普通じゃなくて普通あんまり見ない天井で、多分それはきっとパパとママがデザイン性を考えてそうしてくれたんだと思うんですけど、きっとその天井の感じがあの直に気温を伝えてしまうっていう理由なんだと思う。そう、なんか高いんだよ、なんかその吹き抜けじゃないんだけど、あのうち2階にリビングがあるんですよなんかそれも変な話なんですけど、あの2階にリビングがあるのね。だからその2階だけど天井が高くて、だからもうずっとあれ回してなきゃ空気が循環しないの、あのプロペラみたいなやつ。だから循環しないからずっと回してるんですよ。いいね、ありがとうございます。それでもみたいな、あのなんていうの、わかんない、パン、わかんない、いやプロペラみたいなやつがあるんですよ、上に。あれ回してなきゃ空気が循環してくれなくて、あったかいのが来ないの。こんばんは。そう、電気についてるやつです。もうこの際みんなうち来ます青の実家の話が、そう、そんな、でもこんな実家の話しても面白くないですよね。やばい、もう24分寝ちゃった。そう、なんで実家の話になったんだろう。でしかもそのリビングの天井の高いリビングのまた上に青の部屋があるから、あ、寒いっていう理由です。青だから青の部屋が私の家の中で一番寒くて暑い場所ということで早いんですけど、明日の夜ご飯を発表したいと思います。ちょっと今日の夜ご飯はお任せになっちゃったので、あのみんなすごく悩んだんじゃないかなと思うんですけど、こんばんは。じゃあね、私が今食べたいものを言いますね。いけます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、お寿司です。私ね、なんか疲れたらお寿司が食べたくなるんですよ。なんか疲れた後にってあんまりがっつりしたものが食べたくなくて、でもお寿司食べたいってなるの。はい、ということで
日の配信時間は11時半からみはるさんとのショールームコラボ配信をすると思うのでします。私さ iPhone でさコラボ配信できなかった気がするんだよね。大丈夫かな。まあ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 一応 iPad 持っていきますね。で個人配信がじゃあ9時から配信します。あできるじゃね、なんかみんなインスタライブに変更してたよね。明日は21時から個人配信をしたいと思います。はい、ということでぜひ見に来てください。ということでスクショタイムをします。ねえみんな今日久しぶりに髪の毛まとめてるんだよ。なんでかっていうとねボサボサだったから。ただ結んだだけだけど。ということで今日のランキング読みます。いきます。13位山下さんありがとうございます。12位新潟和さんありがとうございます。11位宝さんありがとうございます。10位ポンポンさんありがとうございます。9位アンカキョウさんありがとうございます。8位 MF さんありがとうございます。7位シロタンさんありがとうございます。6位ジンさんありがとうございます。5位金堂さんありがとうございます。4位5つ星のコルベットさんありがとうございます。3位寿司はエビ派のヤーミンさんありがとうございます。2位よっくんさんありがとうございます。1位おじゃさんありがとうございます。ということで皆様今日もお疲れ様でした。では今日は金曜日らしいですよ。1週間お疲れ様でした。明日は波動のイベント頑張ってきまーす。ということでおやすみなさい。また明日。ありがとうございました。バイバーイ。切りまーす。またね。ありがとうございました。